愛ちゃん、花言葉って知ってる？綺麗な花を見て心に浮かんだいろいろなことを言葉にしたものなんだよ。私はあんまり詳しくないけど、本当にたくさんの意味があるみたい。アリア・ジ・オリジネーション、ドラマ CD 第3巻、ナビゲーション1、約束の赤い花。赤い花って言えばやっぱりバラ？ボッコロの日には欠かせないわよね。そう、私の通り名も忘れてもらっちゃ困るぞ。うひ忘れてないですってば。アキラさんは赤がとてもよくお似合いですね。ありがとうございます。赤は。お客様、大丈夫ですか？なんかすごい汗ですが。春だからですかね。いや、大丈夫です。アイカ、お客様におしぼりをお渡しして。あ、はい。お客様、こちらをどうぞ。どうも。アキラさんはシンクのバラ、クリムゾンローズと呼ばれているんですよね。ええ、自分でもなかなか気に入っています。その通り名の由来は何なんですか？やっぱり花がお好きだとか、もしかしてとっても詳しいとか？ご想像にお任せします。花の知識は人並みですよ。自慢できるほどのものではありません。ああ、そうですか。ですよね。何なのよ、このお見合いみたいな雰囲気は。まさかアキラさんを口説こうとしてるわけ？はい。いや、やっぱりいいです。お客様、何か私に特別なご用事がおありですか？はい。実はアキラさんにお願いしたいことがあるんです。来たー。まさかこの場で交際の申し込み？見かけによらず大胆な。どんなご用でしょう？探してもらいたい場所があるんです。は？そのためにアキラさんの力をお借りしたくて。なんだ、そんな用事？詳しく伺っても？はい。そこは小さい頃僕がよく遊びに行っていた女の子の家なんです。僕たちは窓越しに話をしたり、一緒に花に水をやったり。そう、彼女の家の中庭には綺麗な赤い花がたくさん咲いていたんですよ。彼女は体が弱かったみたいで、でも僕は毎日のように通っていました。今にして思えばとんだ迷惑ですよね。そんなことはありませんよ。お客様はその女の子を元気づけようとしていらっしゃったんでしょ？お友達はちゃんとそれを分かって喜んでいてくれたと思いますよ。だといいですけど、結局僕が引っ越すことになって彼女とはそれきり。ただ最後に会った日に僕らは約束したんです。きっとまた一緒に花に水をあげようって。つまりお客様はその約束を果たすためにもう一度この町に来られたというわけですね。ええ、そうなんです。でも情けないことに、記憶を頼りに探しても彼女の家は全く見つからなくて。この町は迷路のようですからね。それでわざわざアキラさんに？はい。そのアキラさんはウンディーネの中でも特に頼もしい人だと聞いていたものですから。それは光栄ですね。どうやらウンディーネとしてだけではなく、個人的に頼りにされてしまっているようだ。アキラさん。お客様、事情は分かりました。そこまで伺ったからにはこのアキラ・イ・フェラーリ、ご期待に応えてみせましょう。本当ですか？幸い本日の予約はお客様で最後ですし、早速この後ご一緒することにしましょう。ありがとうございます。ただし営業時間は終わっていますから、少々お見苦しいところをお目にかけるかもしれません。それでもよろしいですか？はい、全然構いません。ぜひお願いします。
かしこまりました。では。さあ、アイカ！はい！今から赤い花が咲いてる家をしらみつぶしだ。日頃鍛えた根性を見せてみろ。どういー！どうして私まで？お客様、いかがです？ここのバラは、この付近ではちょっとばかり有名なんですよ。わー、綺麗！あ、どうですか？見覚えは？すみません。バラだったら、さすがに僕も覚えていると思うんです。ハズレだな。よし、次行くぞ。あ、ちょっと、アキラさん。いくらなんでも素を出しすぎじゃないですか？バラじゃないとすると、あ、例えばそこの花屋さんで売ってる花、カーネーションですけど、違います？違う気がします。そうですか。よし、次！すみません。でも、こうして改めて見てみると、この街には本当に花が多いですね。ええ、ネオベネチアではガーデニングはかなりポピュラーな趣味ですよ。テラスに玄関、もちろん庭先にも、どこにでも花を植えたり飾ったりするんです。子供の頃は気に留めていなかったな。ほら、あちらの家はアーチにツルバラと一緒にクレマチスを絡ませてますね。クレマチスには旅人の喜びという花言葉がありますから、古くは旅宿の玄関などでよく見られたそうですよ。へえ、さすがは姫屋のウンディーネさんだ。博識ですね。いやー、それほどでも。私の教育の賜物だな。デタラメ禁止。アキラさんにそんなこと教わった覚え全くないんですけど。細かいことは気にしない、さあさあ、探索続行するぞ。ああ、そろそろ日が暮れちゃう。もう悔しいな。この私がこれだけ探して見つからないとは。どうもありがとうございました。仕方がないですよ。そもそも今もあの子がこの町にいるとは限らないんですから。例えば病気の療養とかでよそに移ったのかも。そうかもしれませんけど、いないと限ったわけでもないんですから、諦めるのは早いですよ。うん、よく言ったぞ、アイカ。お二人とも、こうなれば聞き込みでも何でもしてって。あ、アキラさん、ちょっと止めてください。ほら、アイカ！なんだ急に！危ないだろうが！助っ人がいたんですよ！ちょっとちょっと！アカリー！アイカちゃん！うわぁ、それで、昔のお友達の家を探してるんだ。再会することができたら、とっても素敵な奇跡だね。あんたならそう言うと思ってたわよ。そういうわけだからさ、時間あるならちょっと協力してくれない？うん、喜んで。ああ、巻き込んじゃってすまないな、あかりちゃん。いえ、とんでもないです。こちらのウンディーネさんは？ああ、はじめまして。私、アイカちゃんの友達で、アリアカンパニーの水なしあかりと言います。あ、はあ、どうも、アスターと言います。それで、あかり、早速だけど、なんか心当たりはないの？あんたが覚えてなくてもいいの。あんたは知り合いが多いんだから、その情報網も当てにさせてもらうわよ。アイカちゃん、そんな急には。あかりさーん。あ、朝顔くん、こんにちは。こんにちは。早速お知り合いパワー発動なわけ。この子は朝顔くん。この近くに住んでるんだよ。ね。ああ、お年寄りからお子ちゃままで、本当に底知れないわね、あんたの交友関係。あかりさん、このお姉ちゃんたちもあかりさんのお友達なの？そうだよ。愛香ちゃんとアキラさん、それから、二人のお客様のアスターさん。へへ、あかりさんの友達なら、僕とも友達だ。よろしくね、愛香さん、アキラさん。よろしく、朝顔くん。こうやってお友達の輪が広がっていくわけね。よろしく、アスターさん。お客様？どうかしましたか？いや、
この男の子、今笑った顔に少し面影が。面影って、まさか思い出の女の子の？なんですと？ほんの直感なんです。でも、この辺りの家並みにも、なんだか見覚えがあるような。あのね、朝顔くん、ちょっと聞いてもいい？ああ、何？もしかして、朝顔くんのお家に赤いお花って咲いてる？ああ、中庭に咲いてるよ。赤いネリネの花がたくさん。ネリネ？そうだよ、ネリネだよ。ママがずっと大事にしてる花なんだ。でもね、今は僕がお水をやって世話してるんだ。まさか、こんな偶然。どうやら巡り会えたようですよ、お客様。あのさ、朝顔くん、私たちを君のお家まで連れて行ってくれないかな。君が育てているネリネの花を見せてほしいんだ。え、僕のネリネを？うん、いいよ。よし、決まりだな。それじゃあ行きましょうか。はい。あのね、ここをくぐっていくと近道なんだよ。ここってこの狭い生垣の隙間？あ、すぐにうちの中庭に出られるんだ。よいしょ。あ、朝顔くん、待ってよ。子供ってよくこんなとこ見つけるわよね。感心してる場合じゃないぞ。ここまで来たなら突撃あるのみ。ですよね。突撃。ほらほら、アスターさんも。昔こんなところ通ったっけな。あいてて。あかり、前にいるの？なんか薄暗くってわけわかんない。あいかちゃん大丈夫？少し明るくなってきたよ。出口か。よし、急げ、あかりちゃん。はい。あ、出発。ようやくゴール。これすっごいじゃない。赤いお花が夕焼けに染まって真っ赤っかだよ。ネリネの花がこんなにたくさん。どう？僕のネリネすごいでしょ？うん、とっても綺麗だよ。朝顔くんすごい。ここは本当に壮観ですね。これだけの花壇、ネオベネツィアでも滅多にお目にかかれませんよ。そうですよね。見間違えるはずない。ここがお探しの場所ですね。はい。はい。この中庭の景色も、赤い花も、小さな窓も、見覚えがあります。ただいま、ママ。ねえ、ジョーラ持ってきて。ネリネに水あげなきゃ。友達がたくさんネリネを見に来てくれたんだ。アスターさん、もしかしたら、朝顔くんのお母さんが、そのお友達なんじゃないですか？だとしたら、お家は探し出したけど、思い出の君は、もう結婚していたってわけね。ああ、ちょっと複雑かも。あら、お友達って、ウンディーネさんたち？あ、お邪魔してます。あ、すみません。玄関も通らずに。ああ、抜け道を通っていらしたのね。こちらこそごめんなさい。大変だったでしょ？はい、朝顔、ジョーロ。ありがとう、ママ。どうなさったんです？この女性がお友達なんでしょ？でも、彼女はもう僕のことなんて。ネリネの花言葉は、また会う日を楽しみに、あなたを待ってます、と言うんですよ。え？この花に、そんな花言葉が。あら、そちらは？あ、僕は。あなた、どこかで。こと。頑張って、アスターさん。
もごもごもじもじ禁止ですよ。子供の頃に、よくここで話をしたよね。え？嘘、もしかして。久しぶり、葵ちゃん。アスター君？うん。本当に、葵ちゃんなんだね。やっと、会いに来てくれたんだ。うん。アヒー、よかった。素敵な奇跡が起こったね。恥ずかしいセリフ禁止。ちょっと見違えたよ。すごく元気そうだから。私ね、アスター君が引っ越した後に大きな手術を受けたのよ。え、手術？ええ、本当はね、アスター君が遊びに来てくれてる頃から手術はしなきゃいけなかったの。でもやっぱり怖くてね。その、ごめん、僕そんなこと全然気がつかなくて。いいのよ、アスター君はいつも私を元気づけてくれてたでしょ。そんなアスター君がいなくなっちゃうって知って、自分で勇気を出さなきゃって思ったの。それでアスターさんと約束をしたんですね。きっとまた一緒にお花に水をあげよう、元気でまた会いましょうって。私、アスター君との約束のおかげで手術を受ける決心がついたんです。その感謝の気持ちを伝えたくて。約束の赤い花をずっと世話し続けてきた。はい、今では朝顔も手伝ってくれるようになりました。ママ、ママも一緒にお水あげようよ。うん、そうしよっか。ねえ、朝顔くん、僕も一緒に花に水をあげていいかな。ママ。ママからもお願い。アスターさんはね、ママが朝顔くらい小さい頃からの大切なお友達なのよ。そっか。じゃあ、はい、アスターさん。どうもありがとう。遅くなってごめん、葵ちゃん。ううん。ありがとう。今回もこのアキラ様のおかげで一件落着だな。いいことした後は気分がいい。とっても嬉しそうでしたね、アスターさんも葵さんも。にしても、アキラさんがあんなロマンチックな花言葉を知ってたなんて意外でした。意外ってのはどういう意味だ？え、やれやれ、せっかく手伝ってくれたご褒美にマルゲリータでもご馳走してやろうと思ったのにな。冗談、ほんの冗談ですって。ささ、行きましょう、アキラさん。わーい、久しぶりのご褒美マルゲリータだ。アイちゃん、ネリネの花が懐かしいお友達同士を引き合わせてくれたのかもね。花言葉には自分の思いを込めて大切な誰かにメッセージを伝えることもできるんだね。お花に自分の気持ちを込めることができるなんて本当に素敵だね。私もたくさんの花言葉を覚えたいなぁ。